皆さんこんにちは、アイルベーダーセラピストヨガインストラクターのゆかです。また更新がめちゃくちゃ久々になってしまって、すいません。その間にもチャンネルを登録してくれている方が結構いまして、ありがとうございます。今回の内容は、夏の間に、アイルベーダ的におすすめしたいグッズ、3選をご紹介したいと思います。アイルベーダでは、夏は日差しをこう浴びることによって体内に熱がこもりやすくなってしまう季節というふうに捉えていますが、その熱をうまくクールダウンさせてくれるようなグッズを今日はご紹介していこうと思います。では、早速いってみましょう。ではまず、1つ目はココナッツオイルになります。アイルベーダではセサミオイルを使って全身をマッサージする健康法っていうのが勧められていますけれども、夏の暑い時期はぜひこのココナッツオイルでその全身マッサージをすることを試してみてほしいです。ココナッツオイルっていうのは体の熱を冷ます作用がある冷製のオイルなんですけれども、このオイルを日々のアビアンガをする際にぜひ使ってほしいんですね。で、他のビデオでも私も言ってますけれども、頭、耳、それから全身、足の裏まで全身をこう塗ってあげることによって、このココナッツオイルの冷製の作用が体の中の余分な熱を冷ましてくれます。で、実際塗ると分かるんですけれども、セサミオイルと比べてやっぱりすごくこうちょっとヒヤッとした感覚があるようなオイルです。私も冬とか夏以外の季節はセサミオイルで全身をこうトリートメントマッサージしたりとか塗るようにしてるんですけれども、今の時期はこのココナッツオイルを使うようにしてます。ちょうど、少し前にですね、海に行ったりとかして日に焼けて、で日に焼けるってことはやっぱり肌が乾燥するんですよ。体の中の水分が奪われていって、で肌がどんどんこう パサパサに乾燥するわけですが、それを保湿するのにもすごくいいので、日に焼けた後私はこう全身、腕とか特に焼けた場所にしっかりすり込んでマッサージをしました。おすすめです。あと私はすごい暑がりで熱中症になりやすいタイプなので、今の時期はおでことか頭とかにもしっかり塗るようにしてます。で、塗った後は軽く洗い流してくださいね。塗ったままにずっとしとくわけではなくて、塗った後は拭き取るか、シャワーを浴びるようにしてください。で、ココナッツオイルはいろいろな、もう今ってスーパーでも買えるし、すごく手に入りやすくなったんじゃないかなと思います。私はいつもアイハーブで買うことが多いんですが、今回はたまたまちょっと すぐに欲しかったので、アイハーブって注文してから5日間ぐらい届くまでかかると思うんで、今回はアマゾンで頼みました。こちらのオイルですね。で、夏場はこうやって溶けた状態、サラサラになってますし、寒くなってくると固まって白い状態になります。そうすると固まっちゃって、ココナッツオイルのなんか状態がおかしくなっちゃったのかなみたいに言う生徒さんとかいますけど、冬は固まるものなので大丈夫です。夏はこう溶けてサラサラの液体状になります。熱を冷ます、グッズ、まず一つ目はココナッツオイルでした。では、2つ目の熱を冷ましてくれるグッズをご紹介します。2つ目は、ローズウォーターになります。ローズウォーターってそのままローズ水なんですけれども、ローズウォーターもこう冷製のものとされていて、体に塗るといいっていうふうにされてます。で、あとはこのローズウォーター食べることもできるそうで、ビリヤニっていうインド料理、インド風炒めご飯っていうんですかね、そのビリヤニを作る際にローズウォーターを入れる場合もあるみたいです。実際に5月に通っていたインド料理教室というかアイルベーダの食事のコースに行ってた時に、ビリヤニに、これをローズウォーターを入れてました。で、どういうふうに使うかというと、最近聞いた講座では、日に焼けた後に全身にこうもうびしょびしょにこう塗ってかけてあげてくださいっていうふうにドクターは言ってました。浴びるように塗ることみたいな感じで言ってたので、もうバシャバシャにその日に焼けた部分にかけてあげると、お肌がクールダウンするとかっていう風に言ってましたね。で、あとは夏場になると結構目が灼熱感が起きる、目が熱くなるっていう人もいるかと思うんですが、そういう方はコットンに
このローズウォーターを浸してこうコットンパックを目にしてあげても、その目の中の熱がこう収まる、目の中のピッタがこう鎮静するというふうになんか言われてますね。私もやっぱりそのさっき言ったように、もともとピッタが強い体質ですし、あの日光に浴びると熱中症になりやすいので、まあ、目も結構熱くなるので、あの目は気をつけて、まあ、サングラスをできるだけするようにしたりとか、まあ、目がちょっと熱く感じるような日はこういうローズウォーターでコットンパックをしたり、あとはまあ余談ですが、ギーでパックしても大丈夫です。ギーをコットンに浸してギーでアイパックをするっていうのもできます。ギー自体もその熱を冷ます作用があるので、灼熱感を感じる時なんかはギーでアイパックしても OK です。このローズウォーターはどこで買えるかと言いますと、まあ、これもネットでいろいろ買えると思うんですが、このキーブランドっていうんですかね、このブランドのインドのローズウォーターがなんか割と有名みたいなんですが、初めて最近このメーカー あのインド食材屋さんで買ってみたんですけど、なんか匂いがおかしくて、で全然いい匂いじゃなくて、ちょっと私はこれは無理かなと思いました。もしかしたらそのインド食材屋さん、どことは言わないんですけど、正直一回その食材屋さんで、なんだっけな、ライスフレークっていうあのインド料理に使うものがあるんですけど、それを買った時に賞味期限が切れてたことがあるので、もしかしたらこれも古いのかもしれない一応どうなんだろうな、一応その期限、ベストビフォーっていう期限内ではあるんですけど、その日本に来るまでの間になんかこう酸化じゃないけど、なんか品質劣化とかして匂いがおかしいのかもしれないし、でもこれを結構いいって勧めてる先生とかもいたので、ちゃんとしたところっていうんですかねなんか買えばもしかしたらいいのかもしれないですけど、なんか今回買ったこれはちょっと私は匂いがあんまり好きじゃなくて、っていう感じですね。もう使わないかもしれないです。いつもはローズウォーターアイハーブで、買ってます。そのローズウォーターがちょっと切れちゃって今発注してるところなんで、その間は、まあ、これを使ってみようかなと思ったんですけど、ちょっと匂いが臭い、なんか古臭い匂いがしましたね。まあいろんなローズウォーターあると思うんで、皆さんお気に入りを探してみてください。はい、そして、では3つ目のグッズですね。3つ目はこちらになります。これは何か分かりますかね。これはコリアンダーシードですね。コリアンダーシードっていうのは、まあ、パクチーのシードなんで種なんですけれども、このコリアンダーシードも体の中の熱を冷ましてくれる、グッズというか、まあ、スパイスになってます。夏場っていうのは、まあ、特にその体の中に熱がこもりやすくなったりするのは、まあ、やっぱピッタ体質の方だと思うんですけど、そのピッタの方っていうのは、その夏場ですね、暑さがある熱性のスパイスを多用することっていうのはやっぱりちょっと気をつけなければいけなくって、まあ、その自分の中の熱が増えてしまうから、そういうものを食べれば食べるほどなんですけど、このコリアンダーシードっていうのはその夏場でもピッタの人でも使いやすいスパイスとして勧められています。まあ、体の中の熱をこう取り除いてくれるようなスパイスなんですね。で、まあ、これをカレーとかに入れてももちろんいいんですが、まあ、カレーをスパイスから作るっていうのがハードルが高い方が多いと思うので、そういう方はこのシードをですね、水につけて一晩寝かしてコリアンダー水として飲むのをすごく勧めています。もちろんつけるだけじゃなくって煮出したかったら煮出してもいいんですけれども、まあ、前日からこの水の中にコリアンダーシードを入れて煮出しじゃなくて浸しておくっていう飲み方が、まあ、簡単ですね。私も急いでる時煮出しちゃったりとかもするんですけど、夏場の水分補給にコリアンダー水すごく勧めています。夏になると暑いからやっぱり冷たいものが飲みたくってですね、
氷の入った、まあ、アイスコーヒーがぶ飲みとかキンキンに冷えたビールをいっぱいいつもより飲んでしまうとかっていうことっていうのは、まあ、皆さんやりがちだし、私も暑いとやっぱりカフェとかに入るとついついアイス系、いつもホット飲んでたのに冷たいものっていうのは飲みたくなるんですけれども、まあ、それを毎日毎日繰り返しているとどん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 自分の消化力っていうのが落ちてきてしまって、で結果それが夏バテにつながるっていうのはよくあるんですね。でその夏バテをじゃあしないようにするためには体の中の熱をうまく逃して、で冷たいものを飲み食いしすぎないっていうのが、まあ、すごく重要なんですが、その熱を冷ますっていう観点において、このコリアンダー水、コリアンダーティーっていうのはすごく役に立ちます。私も夏場は毎日といかないまでも、まあ、結構な頻度で飲むようにしています。で、まあ、コリアンダーってパクチーのことなので、パクチーが嫌いな方って結構いると思うんですけど、このコリアンダーシード自体はパクチーみたいなきつい匂いだったりとか臭みがないので、パクチー嫌いな方でも比較的、使いやすいというか、まあ、飲みやすいスパイスかなというふうに思います。葉っぱのパクチー自体も、まあ、熱を冷ましてくれるっていう効果はありますけど、そのパクチーを、まあ、毎日食べるとかしょっちゅう食べるっていうのはなかなか難しいし、嫌いな方も多いかと思うので、そういう方はこのコリアンダー水、コリアンダーティーをぜひ飲んでもらえるといいかなというふうに思います。はい、ということで、今回は夏におすすめしたい、アイルベイダーが勧めるグッズ3つを、ご紹介しました。ココナッツオイルで熱冷まし、ローズウォーターで熱冷まし、日焼けケアですとか、あとは、コリアンダーシードで、コリアンダーティーを飲むです。で、まあ、他にもサンダルウッドパウダーを使うとか、あとは、アロエベラ、アロエジェルを、まあ、日焼けに塗るとかいった夏のケアもあるんですけど、まあ、ちょっとそのアロエをが、まあ、お家にある方はすぐにこう切ってこうアロエジェルをこうバーってやって、それをオイルに溶かしてとかいろいろできるかもしれないですけど、なかなかアロエがお家にある家も少ないと思うんですね。で作るのもなんかめんどくさいっていう方も多いと思うので、そんな方でも比較的手に入りやすいのが、まあ、この3つ、まあ、ローズウォーターちょっとネットで買わなきゃいけないかもしれないけど、コリアンダーシードなんかはカルディとか成城石井でも売ってるし、ココナッツオイルなんかはもう本当にスーパーで最近どこでも売られるようになってるから買えると思うし、はい、かなり手に入りやすいと思いますので、ぜひこの3つですね、夏場にこう準備しておいて切らさないようにですねして夏を乗り切ってください。特にやっぱりその消化力が落ちて夏バテになってしまう、その食欲が出なくなるっていうのは、まあ、よくあることなので、冷たいものの飲み食いは私もですが、ちょっと気をつけて夏は過ごしてください。夏場ですね、水分補給をしっかりとしつつ、まあ、こういった熱冷ましケアをうまく取り入れて夏を乗り切っていきましょう。はい、ということで、今回の動画が以上になります。まあ、参考になった方はチャンネル登録だったりとか、いいねを押してくれると嬉しいです。また次回更新を早めにしようと頑張ります。はい、ではありがとうございました。